はい、どうもだらげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、 OMG コイン、バットコイン、リンクの方やってまいります。今日はですね、日足でねほとんど見ていきたいと思うんですけども、記事の方4つほど取り上げていきたいと思います。まずは損保ジャパンのメタバース保険開発で、アナ系列会社と、提携という記事が出ております。損保ジャパン株式会社とアナ、NEO 株式会社は、13日メタバース向けの保険商品開発やサービス実証を目的とした、提携を行ったことを発表した。アナ、NEO 株式会社はバーチャルトラベルプラットフォームスカイワースを運営する21年にアナホールディングス、株式会社が設立した企業だということです。現在メタバース領域は急速に成長している一方で、 法規制やガイドラインが完全に整備されていない課題があるというふうに言われております。まあ、国として、日本としてはですねメタバースとか NFT 関連というのは、まあ、Web3.0 に向けてですね、岸田政権もそうなんですけども、どちらかというと意欲的に話を進めているということで、まあ、そこの波に、ね、乗ろうかというような政策になっているという形です。はい。まあ、ですので、まあ、どちらかというとこれはポジティブな、記事になっております。そして、エミレーツ航空の、仮想通貨ビットコイン決済導入へという記事です。エミレーツ航空が支払い手段に暗号資産ビットコインを受け入れることが分かった。ブロックチェーン、メタバース、NFT などデジタルソリューションを取り入れる戦略も明かしている。サウジアラビアニュースメディアの報道によると、エミレーツ航空のアフマットかなの AI、オペレーションチーフは、同社が決算手段としてビットコインを受け入れること、そして公式ウェブサイトで NFT コレクションを販売する計画について語ったということです。メタバースにより運用トレーニング、ウェブサイトへの販売、エクスペリエンスなどプロセス全体をアプリケーションに移行できる。より重要なのは、それが、インタラクティブになることだというふうに書かれております。はい。まあ、世界最大の航空会社ということで、まあ、かなりね、世界的に、結構、大きな記事になるんじゃないかなということで、まあ、いよいよビットコインで空を飛ぶ時代が来たということですね。はい。そして最近話題のテラの記事になります。テラをフォークするエコシステム存続に向けた復興、プランが投票へということで、まあ今後ねトラブルがあってから、まあ、良くしていくための投票をね元にまたね新たな、基盤作りっていうところをテラがね図っているよということですけども、まあ、今回のね悲観っていうところは、まあ、なかなかねすぐには収まらないと思うんですけども、まあ、ある程度また基盤が固まってきたらですね少し反発して、まあ、少しは持ち直すとは思うんですね。ですのでそこら辺に関しては、まあ、今後のね値動きっていうところも見つつ今後の記事もね、追っていきたい記事にはなっているかというふうに思います。そしてイーロン・マスク氏、ツイッター社の買収を一時保留すると、表明。買収の意義を、精査。米、電気自動車大手テスラの最高経営責任者 CEO で起業家のイーロン・マスク氏は13日、ツイッター社の買収を、一時保留する意向を示したということですね。保留する理由はツイッター上のスパムや偽のアカウント数がユーザーの 5% 以下であるというツイッター社のデータを精査するためだと説明。マスク氏は買収の合意が発表された際、買収手続きが完了したらスパムのボット対策も行っていきたいと述べていた。一方で一時保留の意向を示した2時間後には引き続き買収は進めていくとコメントしているということで、なんかちょっとふらついてる感じですね。はい。イーロン・マスク氏としても、まあちょっと、今後の先行きっていうところを模索しているのかなというような動きになっているという形です。はい。
ということで相場分析日安からね今日は行きたいんですけど、まずもってですね、まあもうその細かいところを見ても今の相場っていうのはねもうどうしようもないかなと思いますので、まず前提として言えるのは金曜日にある FOMC の金曜日じゃないすいません、9月頃にね、控えてるこの FOMC の発表ですね、これに向けてどうなるかっていうところが、まあ、非常にね、今後の先行き株もそうなんですけども値動きに関連してくるだろうなというふうに思います。で、まあ、景気が回復してたら、まあ、単純に言うと、まあ、株も上がりやすいですし仮想通貨も買っていきやすい流れにはなると思うんですね。で、9月っていうのはどういった時期かというと、やはり7月8月の夏場を控えていますので、この夏場っていうのはどちらかというと景気が回復しやすくなるんですよね。観光とか、いろんな面で、まあ、人が活発になるということで、どちらかというと、景気が、ね、回復しやすいというふうに思いますので、それに期待に応じてね少しずつ買われていく可能性も、まあ、あるのかなというふうに思います。ただ期待をね下回った場合はまたそこからね続落みたいなね話も可能性としてはあるというふうに思っておいたらいいと思います。まず前提としてそれが控えているというのが一つ、念頭に置いておいてください。で、相場分析としては、何回も言うとおりこの320万円ライン、ここでサポートされなかったらまあ一旦もうね、まあ長い間、まあ、2、3年ぐらいは、まあ、2年ちょっとぐらいは、まあ、どちらかというと値動きが、ね、少ない状況で、まあ、上がり下がりはするんだけども、まあ、最高値を超えきれず、まあ、下降ラインで、まあ、どこまで落ちるのかみたいなね、そういった流れになってくる可能性が高いというふうに思っておいてください。なんとかここで食いとどまって横したのちにこの三角持ち合いのディセトラを上抜けるような展開があればですね、その時はまたね展開としてはまた全然変わった、目線にはなってくるかなというふうに思いますので、もうとにかく今このビットコインはこの下降ラインと120万円ラインをしっかり見とく、そしてドル建てで見たらですね、200日移動平均線ぐらいをねサポート目安にしているかというふうに思いますので、そういったところをもとにね、しっかり相場を見といた方がいいかなというふうに思います。はい、現物に関しては、まあ、もう今買っといて、落ちてきてもですねこの320万円ラインがしっかりしたサポートライン損切りラインにもなるかというふうに思いますので、長期的には買っていけるんですけども、まあ、アルトコインとかサブ的な、ね、コインっていうのは、まあ、今のところはですね、あまり手をつけない方がいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ続きましてリップルですね。まあ、アルトコインのね話もしてしまいましたけども、まあ、リップルに関してはまたちょっとねアルトの中でも、イベントが控えてますよね。訴訟の判決、これがね、勝利するのか敗訴するのかによってまたちょっと変わった動きにはなってくると思います。勝利するのであれば一旦このね下降ラインを上抜けるぐらいの結構強い反発は来てもおかしくないかなというふうに思います。で、今回下げ止まったのが43円付近ですので、まあ、この辺でサポートされてるんですね。この辺が効かせているというところで、今、金額としてはここのサポートラインですね、のこの黄色の線のちょい上ぐらいで推移しておりますので、まあ、直近で見ればいいなって、見るべき指標としては上抜けてからのこの、サポートですね、これがされるかというところをまあ一応見といて、まあ僕はね昨日も言いましたけども、まあ、しっかりね抜いてくる、もしくは、ここでしっかりね反発されてサポートされた後に上昇基調が見えた時、この2つが来た時にね乗っかっていけばいいかなというふうに思いますので、まあ今は無理やりね買う必要もないのかなと、いうふうに思っております。もう一回下を試す可能性も十分ありますのでね、そんな感じです。まあ、ビットコインの時にも言いましたけれども、今は、まあ、無理に買う必要はなくて、まあ、どうしてもね現物でガチをしたいコインっていうのは、まあ、そのコインによってはですね、そろそろ仕込みを入れていってもいいのかなという感じで思っておいてください。続きましてイーサリアムですね。イーサリアムは結構落ちてはきたんですけども、
まあ、ここのサポート帯、18万7000円のここのサポート帯までね、もう一段階下掘ってきたら、まあ、僕はこの辺で買っていくよというふうに言っておりました。もちろんここを下抜けるみたいなね展開になると、手のつけようがないよねというふうになってくると思います。ただし今のところ見てみるとですね、22万7000円付近をサポートに、まあ、少しだけね、こうやって上がってきておりますけども、まあ、目指すところはこのね上限タッチなんですが、まあ、そこまで戻せるかというとまだ強いね反発ではないというふうに思いますので、まあ、続落ねここからもう一回下を試してに行くみたいな展開は、まあ、おのずと来る可能性は高いというふうに思っておりますので、まあ、その時のためにね、毎日の相場分析をしておいた方が、ね、いいというふうに思います。これも一緒ですね。現物に関しては、まあ、今から買っていく、そして長期ね現物の長期ホールドをしたい方は今から買っていってもいいと思います。それ以外はですねあんまり、手をつけずにしっかりした指標をね見せてきたところで乗っかるなり、拾っていくなり、した方がいいのかなというふうに思っております。はい、続きましてバットコインですね。はい、バットコインは、直近の最安値というか、まあ、ここでつけたね最安値の場所を下回ってたんですね。これしっかりとここ下抜けちゃったわけですね。で、まあ、一応反発の兆しは見せるんですけども、これだけ一旦下がっているっていうことは、どちらかというともう一回下を試しやすいというふうに判断します。それはまあやはり短期的ですけどダブルボトムの形っていうのはなりやすいというふうに思っておりますので、まあ、この辺の細かなところで言えばそういったところも見えてくるんですがまあ、僕としてはですね、まあ、サブ的なコインですので、バットコインっていうのは、まあ、今はちょっと見届けることなく、ちょっともうちょっとね、出来高も入って、反発がもうちょっと大きめになった、なってきたら、一旦上げてからの押し目で買いですよね、そこを狙っていくという形でいいと思います。はい。じゃあ続きまして、OMG ですね。はい。OMG は、こういう下降のね、平行チャンネルがあります。今回はここ底タッチぐらいまで行ったので、まあ、一旦次はね上タッチ行って、まあ、どんどん下に行くみたいなね、そういうライブもありますので、ぜひ、まあ、ちょっと緊張感持ってね歌う方というか、まあ、やる方もちょっと緊張感持ってね今はやらないと、まあ、短期トレード中期トレード付近の、トレーダーたちはですね、結構あたふたしたような、ね、展開になる値動きっていうのが今はね結構あるのかなというふうに思っております。まあ、陽線2つ出てますけども、ちょっと非常に弱いですよね、陽線のこの威力が。ですので、また下を試す可能性全然あると思います。それこそこの下限タッチですよね。この平行チャンネルのこの下限タッチぐらいまで、208円とかですね。それぐらいまで落ちてくる可能性は十分にありますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。続きまして、リンクですね。はい、リンクはもう文句のつけようのないぐらいもう落ちてきましたので、まあ、これ以上どうのこうのではないですね。あとは、まあ、隙が高じて、まあ、どこまで、調べるかっていうところになるんかなというふうに思っております。はい、まあ、とにかく今はもうどんどん落ちていく相場で、まあ、もともとあるこの下降ラインをさらに急角度で落ちてるんですが、まあ、ここからですね、またさらにこのね、急角度みたいなね、短中期のね、この三角持ち合いみたいな形にはなってますので、まあ一応、今手はつけれないよねっていうところですね。まあ、この短期的な下降ラインを上抜けたとしても、まあちょっとね、すぐというよりは、まあ後々に考えてがいいかなっていうところです。出来たてほやほやがね、すぐできるとは思っていませんのでね。まあそんな感じですかね。まあリップルに関してはちょっとナイアガラで、まああんまり手をつけれないと。まあそれはいろんなことを加味してますけども、テクニカル的にも無理ですし、まあそうですね。まあ要素としては、やっぱりビットコインですね。ビットコインの動きに、まあ、釣られる可能性があるということで、ビットコインがもう1段階、もう2段階ぐらいね、落ちてくる可能性というのを考えると、まあ少しね、わかるかなというふうに思っております。まあそんな感じですね。はい、ということで今日も、ちょっとね長くなりましたけども相場分析やってみました。
今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が使っている取引所は、ビットバンクとコインチェックになりますので概要欄の方に載せておきます。そして今日もルーレットをして終わりたいと思います。はい、昨日は上がると言ってきて、まあどっちかというとちょっと上げてきましたので、ほぼほぼ変わらない値動きですけども、まあまあまあ上がったでね、当たっててもいいのかなというふうに思っております。明日ねどうなるか、ドン、はい、これはこれはどうすればいいのかな。横横と大暴落のちょうど真ん中なんですよね。これどうしたらいいんでしょうか。上だと大暴落なんですよ、下だと横横なんですよね。で、僕はまあどちらかというと大暴落というよりは、まあ1段階2段階下げる可能性はあっても、うん、そんなにめちゃめちゃねここから下げていくっていうことはないのかなと思ってて、それなら横横の方が現実的かなというふうに思ってるんですけども、難しい、はい、わからん。明日の値動きを見てね、またおさらいしましょう。ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。そうつー。